どうもタクです、筋トレ2ヶ月チャレンジ、2週間経過したので、報告したいと思います、はい、もうねちょっと常に変態っていうか上羅なんですけど今こんな感じです。あんま違いわかんないんだけどね、まあ、そうですね、大胸筋が結構昔に比べて膨らんできたかなと思います。で腕がね全然僕太くなんないんで腕太くしていきたいです。はい、頑張っていきたいと思います。で、ね、腹筋は見えません、もう脂肪溜まってて、まあでも今効率よく筋肉を、増やす過程なので、脂肪はついていいと思ってます。もうガンガン食べて一緒に、そうですね、タンパク質多くとっても筋肉につなげることを今優先にしてます。体重測ります、カメラがだいたい1キロ、約1キロぐらいあるので今カメラ持ってるんでその重さも含まれてますけど、お、増えてる、68でカメラの1キロ引いて67、2キロ増えました。やった、はい、体重が2週間で2キロ増えました。まあ、これ、筋肉も微量に増えてると思うんですけど、ほとんど、脂肪なのかなと思ってます。ただ、2年前筋トレ始めた時が57キロだったので、そこから、10キロ増えたと思うと、めっちゃ嬉しいです。あと、まあ、今話題の、サッカー、リバプールに移籍した南野選手、彼と僕が、174センチで同じ身長 で彼の体重が、67キロです。ということは僕今、南野選手と身長と体重が一緒ってことです、はい、でそこを目標にね、ちょっと南野選手ね、ああいうイングランドリーグで一流のところで戦ってる選手としてすごくかっこいいなって思ってたので、まあ身長体重だけでも一緒になりたいなと思ってそれを目標に頑張ってたんで、今僕南野選手です。多分イングランドでもってことはイングランドのね2メートル近い190から2メートル近いディフェンスの人とマッチアップできるのかなって、そういう体型ですってなことは置いといて、まあ、彼ね多分足がねもう尋常じゃなくサッカーやってるんでね、もう筋肉すごいと思うんですけどね、まあ、僕とは同じ体重でも全然筋肉の密量が違う、で僕は多分脂肪率が高いと思うんですけどね、まあまあまあ一つの目標として、で続いての目標はこれも東京オリンピックでもう大活躍するだろう瀬戸大也選手ですね、はい、で彼も、174センチ同じで確か、74キロかな、72キロか4キロなので、まあ今より5キロぐらい、増やしていけば彼みたいな身長と体重なのでそこを向けて頑張っていきたいと思います。僕のね理想の体型がまあその水泳選手大きい大胸筋を持つスタイルが好きなので、あとなんかもうアメリカンヒーローみたいな、まあ、ヒーローみたいな体型好きなんですけど、ああいうのを目指してるので、まあ、瀬戸大也選手
みたいな体験に頑張っていきたいと思います。僕も東京オリンピック出ます。はい、じゃあ2週間の筋トレ動画お送りします。どうぞ。うまい。うまい。